はい、ただいま。じゃあ巡っていきましょう。北海道旅行やっていきましょう。クーライキですね。いやー、楽しいな、このゲーム。雰囲気が最高。さあ、行くぜ、相棒。いいな。いやー、いいな。このノリと雰囲気と BGM、最高だね。さあ、方向はどうやって選ぶのかな、これ。あー、こういう感じ？マリオカートみたいになってきたな。これ。え、これ何？あ、これで選ぶのね。はい。酪農農場。時間制限あり。時間制限ありか。しまったな。そっかそっか、進んでるから時間制限ありなんだ。これ、あれ？どうした？ん？どうした？あれ？いや、シャークボタン押しちゃダメだった。ちょ待って。何？ダメだった。なんかカットしちゃった、もしかして。あれ？どうした？あれ？暗いよ。なんかセーブもすごい時間かかるので、読み込み結構時間かかるゲームのように見えますね。あまりかかるようだったら今度からカットも考えたいけど、何？なんか押さなきゃダメ？なんか、え？おい、全ボタン押してるぞ。おい、え？何これ？ちょっと待って、俺の北海道は？俺、ちょっと、北海道、俺の北海道は？なんで闇に閉ざされたの？なんで暗闇に閉じ込めるの？俺を。ちょっと、何これ？どういうことよ？え？え？ちょ待って、ちょっと確認しますね。はい。浅草。はい、固まったので、戻ってまいりました。なんか固まったっぽかったんで、戻ってきました。はい、マリオカートです。どうも。なので、これにしよう。これでいいね。これで選べたね。ボタン押しちゃダメ。ここで下手にボタン押すと固まる。どこだ？駅前でいいんだよね。駅前方向だって。はい、駅ですね。あ、やっぱそうだね。読み込まれるね。四角ボタン押しちゃダメですね、あそこで。ここは北海道の東の玄関口とも言える、釧路駅前だ。釧路は大きな港があり、海産物も多く水揚げされている。駅の近くには有名な市場があるはずだ。ふーん、駅前は結構都会だな。駐車場にバイクを止めると女の子が一人息を弾ませながらこちらへと向かって走ってくる。ああ、滝川さんか。今のさ、ふーん、駅前は結構都会だなっていう発言がさ、一瞬俺の頭の中でさ、あのネウルのさ旅館に出てきた異世界国人みたいなやつを思い出した。うん、都会だなとか言うのは優越感に浸ってるからなんですよ、上からなんですよみたいな感じのことを言ってた犯罪者がいた。思い出して今ちょっと泣きそうになっちゃった。あ、違う、え、違う子、え、パッケージいなかった、パッケージ説明書いなかった子だ。え、そんな子もいるの。あの、すいません、ちょっといいですか、ナンパか。そうだ、へそ出しちゃって誘ってんな。うん、なんだい。戸惑う俺に女の子は自分のカメラを差し出して微笑む。あー、この時代って関係ないから、自撮り棒がないから、あれか。あの、記念にバイクと私を撮ってほしいんですけど、この子もバイク乗るよ。あ、なんだ、お安い声だよ。俺はカメラを受け取り、撮ってある。そんなに女性のバイク乗りって多いよ。多いのかな、わかんない。割合可愛いし、俺も取材のネタに撮影させてもらおうかな、こいつ。終わりさ、ね。はい、これでいいかい。ありがとうございます。助かりました。それでね、あ、友達が来たんで失礼します。本当にありがとうございました。逃げられた。逃げられたな。おーい、残念、浅野。さっきの話をしておけばよかった。てか友達なら友達に取ってもらえ。ああ、ここでも動けるの。これは、何、ぐるぐる回れるってことでいい？戻れるね、オッケー。なんかあるね。なんかこう、ガイドさんが欲しいよ。説明してほしいよ。なんかいろいろ。行かない。まだもうちょっとここを見たい。あ、こうやって旅行できるってことだ。はい。あー、なるほどね。こうやって動いてくんだ。なるほどね。チャンピオン。割と交通量もあるし、北海道にしては大きな町だよな。こいつ北海道ディスりすぎじゃないか、なんか。何々にしてはっていう言い方よくないよ、なんか。はい。終わりさ。さあ、ここが問題の市場だな。俺は市場の雰囲気って好きだから、めっちゃワクワクしてくるぜ。この感じいいな。なんとかしてくるぜっていう感じいいな。うん、この雰囲気、市場ってなんか楽しいよな。わかります、わかりに。地元の人が何を食べているのかも興味あるし、その土地の食べ物がどんなものか知りたいしな。なるほどね。く
さあ、カニの赤が目に眩しいぜ。これいいな。カニの赤が目に眩しいぜ。結構いい値段するんだろうな。でもこういうとこで買った方が安いんじゃないの、新鮮だし。これリアルだな、なんかリアルな写真撮ってきて使ってんな。スクタボスってるお兄さんいるな。値札を見て歩くものの、俺はカニの相場なんて知らないから、それが高いのか安いのかは分からなかった。おそらくは安いのだろうが、貧乏ライダーである自分にとっては、それがおいそれと手が出る値段ではなかった。まあそれ以前に、こんなもの買ってもキャンプ場に着く前に傷んだら泣けてくるしな。そうだね、仕事仲間のみんなに送るぐらいじゃないといけないんです。かといって編集部に見上げて送るのもなんか悔しいしな、悔しいし。そう送ってあげていいんじゃない。送るくらいなら俺が全部食べたいくらいだぞ。まあそうだけどさ、俺が見ている目の前で多くの観光客がカニを買っている。どの客も嬉しそうにしている。それを受け取る相手の喜ぶ顔を想像しているのだろうか。そうだろうね、俺はそれを見て微笑ましいと思う。そしてそれと同時にちょっとだけ寂しくなった。ああ、送る相手がいない自分がと。きっとみんな大切な人に送るものなんだろう。だからあんなに嬉しそうなのだと俺には思えた。けどこの雰囲気は好きだな。活気があってみんな笑顔でさ、こういうのは見ていてなんか楽しいよな。そうだね、俺もいつかあんな風に笑顔で誰かにカニとか送ってやる日が来るのかもな。まあ大学生くらいでしょ、まだ。戻るの一回戻ってみる。特になんか起こりそうな点はない。店のおじさんやおばさんがひっきりなしに声をかけてくるが、さすがに俺の手が出るようなものは少ない。いくらなんでもそんなに買えないよな、俺一人だしさ。そして俺はウィンドショッピングよろしく、並べられた海の幸や山の幸を眺めつつ散策するのだった。なるほどね、これであれか、後々記事にするから、こういうところを見ていくのが記事のネタなんだよね。市場の中央に休憩所がある。テーブルまであるんだ。結構気が利いてるな。なんか上から目線だな。お前どこ出身よ、お前どこ出身や、言ってみよお前この野郎。買ったものをここで食べる人もいるのか、ここに食べる人もいるのかもな。なるほどね。市場の中には様々な食料品が所狭しと並べられている。海産物に農作物、それに、乾き物。中にはお土産用なのかお菓子を売っている店なんかもある。これで先で行けないの、戻るだけ。なるほどね、こうやって見てくゲームなんだね。いや本当に旅ゲーだよな。はい、ここまで戻ってる。いや本当旅してるな、この感じで。ここでは見れるのはそれぐらいなのかな。この駅の中は入れないんだ。別のところに行こうかな。じゃあ行きますかね。別のところに特に何があるわけではなかったから戻って。1ヶ月で回れる？大丈夫かな？これで これで1日ではないの、ね、これ、フォーカス、わかんなくね？もう気が向くままに行くけど、全然わかんないんだけど、とりあえず、なんか右沿い、海沿いに行きそうなところ行くけど。これなんか山っぽいな、こっち。ここ行こう。なんか、どっちもなんかまっすぐなんだから、あれだけど。これ選ばなかったらどうなんだ？停止とかできるの？これ停止できるの？停止して落ち着いて見ることもできるの？いうことか。停止。そういうこと？でも周りは見えるわけじゃないの？ほっといたら今選択してる方に行くってことか。なんか山の中来ちゃった。海行きたいんだけど。こっち行こう。P ってなんだろう？パーキング。パーキングか。そっかそっか、ここで止めれるってことか。なるほどね。国道をそれで海側へと入り込んだ道を進んでみた。それはちょっとした探検気分だったのだが、途中で見かけた昆布森という看板に俺は注目していた。確かに注目したいね、昆布森。でもなくない？今時期じゃないのかな。昆布がないように見える。北海道って言えば昆布が有名だよな。で、昆布森ってくらいだから、この辺りはさぞかし昆布漁が盛んなんじゃないだろうか。そういう期待を込めてそれらしい場所にバイクを止めたのだが、まだ時期が早いのかな。昆布のこの字も見当たらないぞ。昆布漁って解禁の時期と禁漁の時期があるだけか。そうだな。取材という意味では昆布漁をしている漁師さんに話を聞くのも悪くないのだが、イカ船あたりは無事。それ以前に肝心の昆布は影も形も見当たらないのだった。俺としては昆布森って名前の通り、見渡す限りの昆布を想像しちゃったんだけどな。俺もそう思ってた。き
と時期になったら大変なんだろうな。それこそ悠長に取材なんて受けてる場合じゃないのかもな。待てよ、もしも今金漁の時期だとしたら、お土産屋さんなんかに並んでいるのは去年のものってことになるのか。これは調べてみる価値がありそうだ。貧乏な旅人としては貴重なお金を使う以上、名物は最高の状態で食べたいもんなと、貧乏根性丸出しで決意をする俺なのだった。あーなんかいいね、これ奥行けんの、何これ奥って。あー海か、あーいいね。海岸はなんだかものすごい状態になっている。確かに荒いと波が激しくて、波頭が白く泡立っているのは、なんだか土曜派みたいな状態だぞ。これじゃあ昆布漁どころじゃないかもな。わかんないな、感じ厳しいな。きついな。行かないって選んだ後にもう一回なんか怒ったりはしないので、ね、なるほどね。で行きますか、別のところに行こう。いやでもこのゲーム出した時ってチャレンジだよね、結構。このゲーム受け入れられるかどうかってドキドキだったんじゃないかな。俺もうすでに楽しいんだけどさ。こっちの方が海っぽいかな。どこにいるか地図が欲しいな。どっちが海だろう。こっちかな。あれ戻ってきてる、戻ってきてる。あれ一周回って戻ってきたぞ。大丈夫か、もう一回行ってみる。もう一回行ってみる。はい。あ、もう一回市場行ってみる。大丈夫か、戻ってきちゃった。そんなもんあんの。さて、今日はどうしようかな。何、え、なんかセリフついてるし。日付変わってんだ、これ。市場は今日も笑顔と活気に溢れている。なんか若干変わってんだ、2週、2回目は。威勢のいいおじさんやおばさんが声をかけてくる。この雰囲気は結構好きだ。変えなくて悪いけど、さすがに一人旅だから、勘弁ね。あれさっきと違う、同じか、いつも見たか。なるほどね、2回目来ても若干セリフが変わることはある。なるほどなるほど、そういう感じね。じゃあ他のとこ行こう。そっか、回ってきたのか俺。ぐるぐる回ってきたのか、わかんないな。地図出してほしいんだけどな、地図出ないかな。でも下手するとまたブラックアウトで闇に飲まれるからな。この画面で変なことできないんだよな。マリオカート画面で変なことできないもん。どうしよう、じゃあまっすぐ行ってみる。曲がるとなんかあれになっちゃうから、回ってきちゃうっぽいから、とりあえずまっすぐ行ってみようか。あー海かあれ。あ、パーキングだ、一回止まろうぜ。いやいいな、なんか気が向くまま気の向くままだな本当にこのゲーム。ここはあーありがとう、呼びありがとう。もう一回出してくれない、もう一回出してほしいな。トーロコで、よし覚えた、トーロコで。釧路湿原のすぐそばに位置し、カヌーなどのスポーツでも有名なはずだ。なるほど、滝川さんに会えるかな、この感じだと。釧路、駐車場からすぐに全面芝を植えられたキャンプ場を横切る。その向こうに湖が見える。なんか湖っていうよりも沼みたいな感じだな、湿原の近くだからかな。お、風がないせいか、湖面が鏡みたいで綺麗だな。なんていうかしっとりとした情緒を感じる場所だぜ。だぜ。ここって夜になったら星が水面に映っているのかもしれないぞ。これだけ波がないとさ、うわーいいねそれ。綺麗だろうな。そうだったらめちゃくちゃ綺麗だな。だろうな。それを見上げながら一杯飲むってのもオツだよな。そうだね。流れ星なんか見えたりしてさ。俺はひとしきり想像をしていた。満天の星空とそれを映す湖面。ここは町からも少し離れている。きっと素晴らしい夜空が見られるだろう。朝焼けの夕日なんかもいいかもしれないと俺は思う。悪くない、旅ならではのお楽しみってやつだぜ。なるほどね。いやーなんかもう本当に旅行してる気分になるな、これ。地名が読めないのだけあれだな。地図出してほしい、あと。地図が欲しいな。出し方あんのかな、多分あるんだろうな。でもこの画面、セーブした後すぐじゃないと怖いんだよな。ブラックアウトしてるね。こっち。気の向くまま行きましょう。まっすぐ。
おお、車？車。混んできたね、っていうの。ん？何回駅に行かせるの俺よ。ちょっと待って、駅から離れられないんだけど。ループしてるんだけど、世界が。どうした？これ、進めてないのか？これ、地元民からすると笑われてるかもしれない。ぐるぐる回ってるぞ、こいつってなってるかもしれない。わかんないな。適当に進んでみるしかない。おう、なんかついた。どこだ？道の駅みたいの？ここは、琵琶瀬展望台という場所だ。霧タップ湿原を見下ろせる展望台があり、その横には売店やレストランハウスなんかがある。レストハウスか。んじゃ、まずは展望台だな。なるほどね。はい、なるほどね。展望台に上がってみた。目の前には霧タップ湿原が広がっていて、とても眺めがいい。なかなか絶景じゃないか。こういう景色ってたまんないよな。あー、いいね。見渡す限り何もないね。こんなの北海道でしか見られないんじゃないだろうか。そうだろうね。真ん中に川が流れてるな。平地なのにあんなに曲がりくねったりくねった川が流れているなんて、湿原らしくていいな。いいな。近くまで行けないかな。カヌーがあればあそこを漕いで行けるのかも。さすがにバイクを積むのは大変そうだけど、いつかカヌーを持って旅をしてみたいぞ。そしたら真っ先にここに来てやろうかな。でもカヌーって高いんだろうな。俺の安い給料じゃかなり無理しないと買えないかも。おやさん、給料上げてくれと心の中で愚痴をこぼす俺だった。自分がいつかカヌーであの川を漕ぐのを思い浮かべながら。なるほどね。へえ、後ろはすぐ海か。海があって湿原があって川もある。ほんと盛りだくさんないい場所だぜ。ぜっていう感じ好きだな、ガメカの主人公の終わりさんの。はい、地図の出し方はこのパートを取った後にちょっと説明書を見ながら確認してみようか。地図が出せるとすごくいいんだけど。まあ、このまま進む。だいぶ森の中来た。お。時間制限がね、あるから、すぐ選ばなきゃいけない。名前が見れない。ここは、涙岬という場所の入り口だ。その名前の由来が、秘伝にまつわる言い伝えなのだという。秘伝湖殺人事件か。目の前の案内板には簡単な地図と社長嵐注意と書かれた看板がある。バイクの場合は荷物に鍵がかかるわけではないし、貴重品は持ち歩いた方が良さそうだ。なるほどね。でも荷物って結構あるじゃん。あ、今日はちょっと無理すぎたかな。そろそろ休もう。ちょっと近くのキャンプ場は、霧タップ岬か。あ、なんか時間制限あるのか。なるほどね。よーし、上陸初夜だぜ。今日は無事に走り切って、俺と相棒は一夜の宿をこの地に定めた。夜の北海道が始まる。そう思うと改めてウキウキしてきて、俺は身も心も夜モードへとスイッチしていく。布とアルミパイプでできた俺の家、テントを張り終えたら、あとはお待ちかねの夕食の準備だ。旅の始まったばかりの興奮に包まれながら、今夜は爽やかに祝杯をあげるとしよう。お酒？飲酒ってなっちゃうけど。まあいいのか。この時間飲んで朝運転するなりのか。旅の昼の楽しみは新しい景色や出会いにある。そして夜の楽しみといえばやはり夕食の時間だ。腹ペコでキュルキュルと泣くお腹をなだめつつ準備をする。あー、いいね。いいけどここ火起こしていいのかって。まあいいか。夕闇の中で赤く火が燃えている。今夜のメニューは贅沢して焚き火で肉や野菜を焼くことにしたのだ。木が燃える独特の匂いに包まれながら、何とも言えない充実した気分になる。これって小学校の飯盒炊飯とかで感じたあの興奮に似ているかな。普段なら面倒に感じる食事の準備が楽しくて仕方ない。さあ、肉だ肉。鼻歌混じりに肉を焼く。調味料は塩コショウのみ。
焚き火の匂いとこの雰囲気、それに空腹が最高の調味料ってね。肉から滴る油が火の上に落ち、シュッと音を立て、同時に香ばしい匂いが漂う。と同時に耐えかねた腹の虫が鳴く。はは、落ち着け俺、食べる前にあれやっとかないとね。あれ、いただきますってやつ。俺は振り返り、自分の愛車に向かってビールを持つ右手を高く掲げた。俺たちの旅の初演、乾杯。じゃ、いただきます。一気にいったね。焼けた端から口に放り込む。ビールがうまい。俺だけの宴は今まさに最高潮だ。食事が楽しいとか胃が温かいとか、そんな当たり前のことですらなんだか妙に嬉しく感じてしまう。走っているだけでも嬉しいし、疲れさえも気持ちいいって思える。これって旅してるからかな。んー、めっちゃうま。食事が終わり、ほっと一息つく。あたりはすっかり夜の蚊帳の中だ。泊まり蚊帳？俺は何気なく空を仰ぎ見た。おー、あ、オープニングだったシーンだね。まるで光の粒が降ってきそうな星空だ。北海道の最初の夜はこの大自然に包まれながら過ぎていく。旅っていいな。ふと視線を移せば、そこにはおー、満月だ。あ、満月だ。月の満ち欠けは28日周期だっけ。次の満月の頃、俺は、あ、この旅は終わるんだ。うわー、素敵だな、この演出も。その時、再び満月を見上げて、俺は何を思っているのだろう。うわー、あるんだろうな、満月を見上げるシーンが。28日後、旅の終わりに。うわー、あ、いいな、これ。あー、記事作成。インターネット。就寝システム。ほう。就寝は違うよね。インターネットは何だろう。メールが来てるかどうかってこと？ああ、そういう感じか。メールが4件届いてます。ああ、これね。E メールか、メールか。こっちは。ジャッジメントセブン。北海道の思い出。立ち屋のとこ行こうとしてんだから、これ。新規投稿が4つあります。お？何これ？これ、違う人が書いてるの？旅立ち。これは俺が書いたやつだよね。そうだよね。はいはい。あれなんか、俺の L 版と R 版なんか違う。あ、いなんか操作微妙に違う気がするんだけど。男の、なんだったら。男の再びだ。ふわ、ちょっと待って。ふわてん。誰ハンドルネームか。記事見たよ。男一人旅。男一匹。バイクでの、無宿の旅。しかも、その門出が出てってんだから、泣かせるぜ。あ、なんか噛んだみてえだな。噛んだみてえだな。こんな感じ。こりゃもう、演劇の世界そのまんまだね。やるな。ちょいとばかし、羨ましいぜ。あっちに着いたらぜひ背中で語って聞かせるような男気あふれる旅をしてくれよな。そういう記事を期待してるよ。これ記事にあれかコメント書いてくれたってことだ。うわ、嬉しいな。気分は最高、モンキー。最高？北海道のイケてる情報とか穴場ってのめっちゃ知りたいよ。あと、どうせだったらビデオ使ってムービーとか流してくれたら最高だね。雰囲気はイージーライダーって感じで。一つよろしく。ありがとうね。お願い。なんか名前書いてある。梨本。大鉄北海道を1ヶ月かけてレポートする。そんなすごい企画の出発に立ち会った以上は、これは応援するしかないでしょ。自分は北海道に憧れつつも行ったことないんで、レポートがめちゃくちゃ楽しみですわ。そこでお願いなんですけど、なるべくなら本屋で買える観光案内とは、一味も二味も違うレポートをお願いしたいです。というのも、自分はすでにその手の本は読みまくってて、耳としま状態でして。なんで、ここは一つ、この企画ならでは、ってやつを希望します。地元民しか知らないような、密かな楽しみとか、味覚とか、そういう突っ込んだやつを、頑張って、そんでよろしく。ありがたいね、こういうの。ランキング。あ、ジャッジメント7入ってる。ジャッジメント7入ってる。トップ、ウェブマガジン、ランキングトップ30。これがあれか、ライバルでいいのかな？新興店のライバルでいいのかな？これ、面白そうだな。一個一個見ていく。面白そうだな、このタイトルだけでも。1位が料理レシピなんだ。レーサー日記、いつか風になる日。これも面白そうだな。これもタイトル面白いな。俺もなかなかいいタイトルしてんじゃん、ジャッジメント7は。なかなか気になるでしょ。秘密の狼天国見て。アメージングベースボール。あー、なかなかいいな。テンパッチャブル、マーチャン必勝。引っ張り法。
白銀の世界、ペンギンとともに、これも気になるな。素晴らしきダンゴムシの世界。面白そう。あ、世界への挑戦、海鮮紋章。ああ、いいね。なるほどね。みんないろいろ、いろんなパターンでやってるってことですね。集中恋愛講座、ゼロから始めよう。日替わり動画、ミクロの世界。ああ、でもそれは面白そうね、ミクロの世界って。面白そうね。なんか顕微鏡で見た場合のものの表面とか、ああいうの面白いよね。一月でわかる、現代科学の可能性。これいいな。マダムガイドサクセス。占い。なんて言うの、先生術でいい。ああ、いいな。これみんなやってんだな、いろいろ。ライバルがいっぱいいるぜ。楽しいな、これ。なるほどね。で、メールは三四郎、おっす。はじめまして。俺、あなたの記事を見て、猛烈に感動したっす。あなたの生き方は、俺の人生の指標っす。めっちゃ感動してんじゃん。今度から、兄貴と言わせてください。いや、呼ばせてもらいます。じゃ、また。こいつ。冬ちゃん来てないのかな？行ってらっしゃい。カズボ。ネットを漂流しているうちに、ここにたどり着きました。俺は、旅好きなプータローです。偶然、新しい旅好きの記事に出会ったので、俺からもエールを送らせてもらいます。行ってらっしゃい。いい旅を。俺もバイクで仕事をするの、バイクで旅をするのが好きなので、こんな企画には、すごく興味があります。だから、道中無事に過ごして、生の北海道の姿をレポートしてください。期待してますから。いいね。みんな褒めてくれるな。ありがたいな。おお、ゴロシゲのかな、ゴロ北海道を野宿しながらレポート、面白そうじゃないですか。オイラは、電車とかでしか旅行したことないけど、興味だけはあるっす。うまいもんとか、イカス景色とか、バリバリ紹介してくれるように希望します。あとできれば、こういう欲なんかもあるのかな、あるのかな。それいいな。走れ、メロス。これ、緑星。お兄さんの記事って、以前から見てました。なんか、いつも、下向きでしたよね。それに文章のどこかで、哀愁を感じてましたけど、旅にこだわる理由って、ありますか？なんて言うんだろう。約束を果たすために走ってるような。おー、そんな気がしてならないんです。なんか、そんな雰囲気確かにあるよね。そういうお兄さんの記事が、密かに好きなんで、今回も、今までみたいなテイストを見たいです。ありがとうね。女の子かな、こんな感じだと。これ、冬ちゃんですよね。はい。なるほどね。なるほど。どうしよう。これどうやっていこうかね。一回じゃあここで休憩しよっか。記事作成、次のパートで頭でやっていくという感じでいきましょう。はい。じゃあそんな感じでいきましょう。ありがとうございました。ありがとうねー。